皆さんこんにちは、大里浩二です。研究発表ポスター制作の秘訣、より良いものにするために、今回はその第2回目です。今回は配置、レイアウトのセオリーについてお話ししたいと思います。これが元のポスターです。レイアウトの面で問題点といえば、まずは視線の移動ですね。それぞれの要素をどの順番で読んでいいのかがちょっとわかりづらいです。それから、 要素間の空きポスターに対する要素の空きもそうですけれども要素同士の間もかなり狭いように思いますこれらの問題点をレイアウトで直していきたいと思います目指すところはこれですポスター全体に対する要素の空きそれから要素同士の空きも見やすく読みやすくなっていますまた視線移動ですねそれぞれの要素をどのような順番で読んでいくかということもわかりやすくなっています まずレイアウトを考える前に大事なこととして物の形レイアウトって配置と思われがちなんですけれども配置する物の形も大切です例えばここにいろんな形がありますこの形を見て皆さんいろんなものを想像すると思いますそういったものを利用するのも一つの手ですね想像させるこれを見たらこんなことを想像するだろうそういったことを見せていくというのが一つの方法です 例えば漫画の中では吹き出しというもの形を見ればその人が怒っているのかつぶやいているのか悲しんでいるのかそういったことが分かってきますこのように形というのはいろんなメッセージ性を持つんですけれども直線的なもの非常に几帳面さを感じますそれに対して曲線は優しさを感じますまた定規やコンパスを使ったジオメトリックな形というのがあります これは貴重面差を表せます手で描いたようなオーガニックな形はより優しさを感じますけれども時には不真面目な感じにもなることがありますそれをどういうふうに動線を作るかというのがレイアウトの決め手です例えばよく雑誌にあるような流れです縦組みの本文の雑誌はこのように右斜め上から左下に視線が自然に動きます 横組の雑誌の場合は左上から右下に進みます研究発表のポスターの場合ほとんどが横組でしょうから左斜め上から右下に物を配置していくと良い流れになりますこのポスターの場合確かに上から下に物は流れていってるんですが途中でちょっとおかしなところがありますこのビフォーの物の,の形をもうちょっと分かりやすくするとこのようになります 一二三四まではいいと思うんですけれども、普通ですと六に行きたくなります。ですが一旦五に行ってから六に行くという流れになっています。こういった部分を正していくことによって、もっと読みやすい、もっとわかりやすいポスターになっていくと思います。ではここからイラストレーターでデモを始めたいと思います。ではイラストレーターのデータを開いてみましょう。これが。 元のポスターのデータですこれをどのようにレイアウト変更していくことによって見やすくできるかそれをやっていきたいと思います目標とするのはこれですはい、では新規ドキュメントの作り方ですイラストレーターのファイルメニューで新規を選びますまずポスターは印刷物と考えられますから印刷を選びます 名前はここでは仮にポスターとしておきましょうか。そして寸法です。学会によってポスターのサイズは違います。ですからここでは仮に A1 サイズを入れたいと思います。A1 サイズは横幅が594ミリ、そして高さが841ミリです。縦一です。 これ以下はは何も入力する必要はありません。こ,こで、えー、作成ボタンを押すと新規のポスターのドキュメントができます元のポスターを見ていただくと分かるんですけれども周りの空きがちょっと息苦しいですもう少し空けた方が見やすくなるのでそういったところも考えていきたいと思いますではその周りの余白どういうふうに設定するかです表示メニューから 定規を表示させます定規は上と左側にできます。イドの引き方としては上,から上の定規からドラッグすると横のガイドそして縦の定規からドラッグすると縦のガイドというのができます。これは印刷には出ません。これを寄り所にして レイアウトしていくというのが方法です。ですがもう一つ方法があります。例えば図形を描いてからそれをガイドにするという方法があります。ここに四角を描くツールアイコンがあります。これを選んでまずは A1 サイズの四角を描きたいと思います。画面上でクリック。そうすると 数値入力のダイアログが出ますここで A1 サイズ594そして841を入力するとちょうど同じサイズの四角が出ます。人によっては白い四角であったり黒い四角であったりいろんな方がいると思いますけれどもここで色は関係ありません。ですが線はなしにしておきたいです。 右上にカラーパネルがありますカラーパネルはここをクリックすると開きますどのパネルも同じですここに上下の矢印があったらクリックしてみてください色が黒そして線が白がついています線を前にして線はなしにしておくこれで色だけですね中の塗りという言い方をしますけれども塗りが今黒です別に 何色になっていっても構いません。線だけなしにしておきます。そして、変形パネルというのがあります。ウィンドウから変形パネルを出します。これは今選んでいるものの座標位置やサイズが全部出ます。X 軸を0、Y 軸にも0を入れます。そうすることで、ドキュメントにぴったりの四角い箱ができました。 この箱を余白のの分だけ小さくします。この長方形のプロパティに数字を入れますここの鎖がつながっている状態でしたらクリックして外してくださいこれが鎖が外れている状態リンクが外れている状態という言い方をしますではここに「マイナス5 0自動的に計算してくれます。高さも、 マイナスの五十、これも自動的にやってくれますそうするとこのぐらいの空きができましたそしてこの図形をガイドに変換します表示メニューからガイドガイドを作成こうするとガイドとなりますガイドはロックをすることができます こうすれば動かなくなるので便利です。この余白を基準にデザインをしていきます。ビフォーに戻ります。この部分、文字が小さいですので、もう少し大きいサイズが欲しいですね。このそれぞれの要素の隙間が非常に少ないです。これもある程度わかりやすい隙間、見やすい隙間にしたいです。 そして流れ的におかしかった123と流れるこの流れを変えて見やすくしていきたいと思います要素が入るブロックを作っていくわけなんですけれども例えば先ほどと同様に四角を書く時はこの四角のツールでガイドからドラッグする書き方もありますしクリックして数値を入力してそしてそれを一番上の 選択ツールで移動させてガイドにピタッとくっつけるという方法もあります四角を選択しているとちょうど角に来た時にぴったりくっつきますアップでやってみましょうガイドを出してくるそして選択しているオブジェクトの角に合わせるとピタッとくっつくところがありますこれでちょうどセンターに1 0ミリのガイドができました このようにガイドを作っていってそして物を配置していくで、基本的に物と物コラムとコラムと言いましょうか解説する場所と場所の間は10ミリそういった空きで作っていきますきちんきちんと計算してやっていくとできると思いますこれが要素を全部並べた状態ですがまずこの部分が タイトルとなりますそして2つの出だしの文章ここは他に比べて広い空きを取っていますなぜかというとそれぞれの下の項目は囲みをつけますですから少ない幅でも違うものだということが理解できますですがここは囲みをつけないで寄せていってそれぞれの文章を寄せていって 間を少し広く取るそうすることによって囲まないでこの文章が別のものだということを理解してもらいます流れとしてはこの後は漫画のコマの流れと同じですまず左そして右の2つに流れて下の3つの列そして最後は囲みですという流れとなります はい、ここまでの作業で先ほどまでこうだったものがこのように変わりました。これがアフターです。視線の誘導もちゃんとできてますし、空きも心地よくできてます。このようにレイアウトを変えることによってかなり見やすくなります。次回はフォント、書体、文字、いろんな言い方がありますけれども、文字のことについてお話をしたいと思います。ありがとうございました。